皆さんこんにちは、まさやんです。さあ今日もキサラギ巣ごもり頃にやっていきましょう。まずは画面見ましょう。破線、波線だね、と二重防線があります。破線は陽線、二重防線は、助動詞です。それぞれ文法的にまずは説明してみてください。どうぞ。はい、では答え合わせをしていきましょう。まず最初のあるを見ればの見れからいくよ。こういう時必ず基本形から考えていきましょう。見れの基本の形は何かっていうと見るだね。で、この見るっていう動詞はさ、暗記してねって言われた動詞だと思います。覚えてるでしょ。上一段活用っていうやつだね。ま行上一段活用です。活用形は依然形、みーみー見る見る見れ見よだよね。次の行、少し春ある心地こそすれの、あるからいきましょう。あるは基本形があり。おお、これもね、覚えておかなきゃいけないやつですよ。ありを見た瞬間に、はい、らへんだなって言えるようにしておきましょう。活用形はさ、下見てごらん。心地っていうのが来てるでしょ。心地っていうのはこれ名詞です。体現、下に体現が来ている場合は連体形になるね。次、すれ。さあ、このすれ、基本形はすだね。おお、これも覚えておかなきゃいけない動詞だね。左辺の動詞です。さあ、活用形なんだけど、まあ、これはね、ここに気づけたかどうかっていうのが大事です。こそがあるよ。こそっていうのはさ、かかり結びっていうのを作るんだよね。このこそが、すれにかかっていて、かかり結びを作ります。ということで、こそが来たら文末は依然形になるんだよね。で、とあるは現に今日の景色にと、要あいたる、あいたるのあいからいきましょう。あいは基本形が合う。これは別にね、覚えてって言われた、覚えておいてって言われた動詞じゃないから、しっかり図をつけて確認しましょう。あわず、は行余談活用だね。あわずで和が出てくるから和行って書くの気をつけてね。これはあふあひふとひが出てくるからは行ね。ただ古文の場合は読み方、は行の場合は読み方がわいうえおになるよっていうことです。で、活用形は下にたりっていう助動詞が来てるから連用形。さあ、その助動詞たりいきましょう。前回の動画でも説明したけど、たりっていうのは完了と存続の2つがあって、まあね、そんなに細かく分けてとは言われないかもしれないんだけど、もし聞かれたら大変なので、たりが出てきたら先に何々っているっていう意味で訳してみましょう。そうすると、とてもよく合っているって言っておかしくないので、今回は存続になります。ているって訳してみて、おかしくなかったら存続、おかしかったら完了っていうふうに考えておくといいと思います。活用形は連体形だね。次の行、思い煩い。はい、基本形は思い煩ろう。煩らふって書いて、思い煩ろうね。は行、余談活用です。下に助動詞のぬが来てるので、これは連用形になります。はい、助動詞のぬ。ラストだね。これは完了です。今回完了の意味、文末でかかり結びがいないから終止形、こういうふうになります。文末の活用形を考えるときは、今言ったように上にかかり結びがいるかなっていうのも気をつけてください。あ、で、ごめん、一つ飛ばしたね。後ろから2行目のいかでかつくべからんの無、この無は本文に出てきたときに一緒にやりたいので後回しにしときます。後でやる。はい、ではこの部分、中身見ていきましょう。これ、金刀の宰相殿のとてあるを見れば、懐紙に少し春ある心地こそするとあるは、まあ、まずはここまでやっていきましょう。で、ここね、最初にちょっと考えてほしいんだけど、一番最初の金刀の宰相殿の、こののについて考えていきたいと思います。はい、左側見てください。格助詞の
のっていうところです。こののを、まあ、今の言葉で言う置き換えてみたらこんな文の時に使うのです。家の木のの、またはこの本僕のっていう時ののです。さあどういうことかというと、まあこのね、格助詞ののっていうのはすごくいくつかいろんな意味があるんだけど、家の木ののは楽だと思うんだよ。これはもう簡単だと思う。そのままのって訳せばいいから。下だよね。この本僕のって多分普通に言うけど、実はそれさ、その下に何か省略されてない？この本僕の本だよね。そう、こういう時にものが使われるわけさ。で、文法的にまとめたのを左側に書いておきました。見てください。格助詞のの、あとはがっていうのもあるんだけど、のに関して言うと、この5つの種類があります。主格、連帯修飾格、同格、体言の代用、比喩。この5つがあって、それぞれ、何々が、何々の、何々で、何々のもの、何々のような。はい、この5つの訳し方、しっかり覚えておきましょう。で、まあこれについてもね、詳しく過去に説明した動画があるので、概要欄に貼っておくので、もうちょっと詳しく知りたいなっていう人はそっちの方を見てみてください。はい、じゃあ本文の方戻るよ。まずさ、これ金刀の最小殿のの最初のの。これは、何々のっていうのだよね。まあ、そこの黒板で言ったら、丸に連帯修飾格ののです。じゃあ、その下。最小殿ののは何かっていうと、まあさっき言ったか、この本僕ののと一緒でさ、実はその下に何か省略されてるんだよ。これ何が省略されてるかっていうと、とてあるを見れば、懐紙にってあるでしょ。懐紙っていうのは、畳んで懐に入れて持っておく紙で、そうだね、メモにしたりとか、あとはね、手紙にしたりとか、いろんな使い方をしてたわけ。で今回はこれを、この懐紙を手紙として使ってるので、まあ、手紙なんていうのを補っておくといいかもしれません。はい、そうすると、じゃあ、が、の、で、のもののようなで訳すとなると、どれがいいか。これは、のものっていう、体言の代用っていう、用法になります。ほら、体言って名詞でしょ？この最小殿ののだけで、手紙っていう体言を代用してるんだよ。本当は下に手紙っていうのが省略されてるんだけど、その手紙を省略しても伝わるじゃん。後ろ読んでいくと、あ、懐紙が出てきてこれ手紙かというふうにわかるので、あのの一文字で手紙っていう体言を代用してるよっていう意味です。さあ、その先。とてあるを見れば、はい、見れが来ました。依然形だったね、さっきやった。で、その下に場が来てる形。依然形プラス場、確定条件ってやつだね。これは前回の動画で説明したので、見てない人、そっちも見てね。で、この依然形プラス場が出てきたら、どの訳がいいかなっていうのを考えましょうという話を前回しました。さあ、今回これは、見るとぐらいで訳しておくといいと思います。はい、その、これ、金刀の最小殿からの手紙ですと言って、こっちにまあよこしたんだろうね。でそれを見ると、懐紙に、少し、春ある心地こそすれ。ね、これ実はさ、文字数数えてもらうとわかると思うんだけど、七になってんだよね。和歌の下の句の部分だけ書いて送ってきたってことなんだよ。でしかも、この少し春ある心地こそすれっていうのが、八虚位が書いた白紙文集を踏まえている一部分だなっていうのを枕草子の筆者清少納言は受け取ってすぐ分かったんだよね。というのもこの白紙文集っていうのは当時の方々がいろいろねもうよく知ってる作品なわけだよ。みんな読んでるぐらいの作品なわけだから、ちょっとその一部分を引用すると、ああこれ白紙文集のあの部分ねって分かるわけさ。ちなみに、白紙文集の一節にこんな部分があります。
3時、雲冷ややかにして多く雪を飛ばし、きさらぎ、山寒うして少しく春あり。はい、こんな一文が書いてあるんだね。で、少し春ある心地こそすれを見たときに、あ、なんかこれ、あの部分じゃないっていうのを感じ取ったわけさ。さあ、じゃあそれを受け取った清少納言、どういうふうに考えたか、次のページ行きましょう。下に、今日の景色に、いとようあいたるを。下には本当にって意味ね。で、今日の景色に、景色は様子です。ただまあね、どんな様子、何の様子って聞かれた時のために、これは天候というふうに言っておきたいと思います。本当に今日の天気に、天候に、いとよく、ぴったりと合っているのを、これが元は、いかでかつくべからんを、べからんと、思いわずらいん。これが元って何かっていうとさ、近東から送られてきたのが、少し春ある心地こそすれっていう和歌の下の句の部分だったよね。で、じゃあ、どうしようかなって悩んでるの何かっていうと、その下の句に対する上の句の部分です。で、いかでかっていうのが、どのようにしてってことさ。つまり、少し春ある心地こそすれ、ね、下の句を受け取ったから、元となる本体、上の句の部分をどうしようかな、どのようにして、つけたらいいかな、そんな感じです。と、思い煩いぬ、思い悩んでしまった。どうしようかな。金藤さん、すごいレベル高い人だからな。変な和歌送っちゃったらやばいしな、とかそういう感じさ。さあ、そしてここで飛ばした助動詞を少しやっておきましょう。いかでかつくべからんのべからと胸。あ、べからはさっき特に書かなかったんだけど、べしっていう助動詞です。ただ、助動詞のべしってね、いろんな意味があって、今回これっていうふうになかなか言いにくいし、みんな判断するの難しいと思うんだよ。だからここでさらっとやっておきます。今回は適当。どのようにしてつけるのが良い。そんな感じ。適当の意味で未然形だというふうに書いておきました。さあ、その下の無。この無は助動詞の無です。で、助動詞の無を見たらさ、まあ文末か文中かっていうのを判断してもらいたいんだけど、今回ね、下にとがあるでしょ。とっていうのは、そうだね、これからご飯を食べに行きます。と彼は言った。みたいに、何か文を、鍵括弧をつけて言った時の下にとが来るわけさ。だから、この今回の無は、との直前にあるから、実はそこでね、無で文が終わってるよって考えてほしいの。なので、これは文末扱いの無だと考えてください。そして、無は主語によって意味が変わります。主語が一人称だったら意思、二人称だったら勧誘的と、三人称だったら推量、こういうふうに変わります。さあ、主語は何か。そうすると、これが元はいかでかつくべからん。少し春ある心地こそすれの句に対する上の句は、どのようにしてつけるのが良い。つまり主語は上の句になるわけさ。三人称だよね。だから、推量というふうに取りました。そして活用形なんだけど気をつけてほしいのがここにかがいるんだよ。ああ。ね、かかり結びだよ。ということで、連体形になります。さあ、いかがだったでしょうか。このページがちょっとね、難しかったかもしれないけど、まあ、これが元って何かなと。上の句のことだなと。ああ、下の句を受け取ったから、上の句を返さなきゃいけないんだと。むしろ、金藤も下の句を送れば上の句何か読んでくるだろうと。こういうふうに思って渡したのかな、なんていうふうに考えてみてください。はい、ということで、今回もここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。まさやんでした。さよなら。